エティモティックリサーチは補聴器及びヘッドホンの設計、製造を行っているアメリカ合衆国の企業。1983年にイリノイ州エルクグローブビレッジで創業された社名のエタモティックは耳に忠実ということという意味である。聴力技術に関する特許を89個持ち、その技術力を大学研究室との研究に活かしている。 ヘッドホンに関しては、カナル型、バランスドアーマチュア型のインナーアイヤーヘッドホンを主力としている、エタモティック、リサーチ ER-4、S プロフェッショナル向けシリーズである、ER-4S、ER-4SBR-4K では最もスタンダードな製品、ソースを非常に忠実に再現する性格のため、 モニターとして使用されることが多いが、一般的な干渉用途にも、十二分に対応する。ER-4SB は、ER-4S の外観を真っ黒に変更した、ものである。工述の ER-4B とは別物。ER-4BR-4S を、ベースに、バイノーラル録音、または、モニター用途として開発された。ER-4S と比較すると、 5から 16kHz 帯において音圧が 5dB 高く調整されており、ER-4S と同感覚で使用すると耳を痛める可能性がある。そのためエティモティック社はこれを一般的な視聴目的には推奨していない。ER-4P、ER-4PT ポータブル機器で十分な駆動を行うためにインピーダンスを抑えたモデルである。結果としてノイズが乗りやすくなるが、 容易に大きな音量を得ることが可能。ER-4S と比較すると、低域部を増大させる調整が施されている。ER4SR-ER-4S の後継機で、原音を忠実に再現することを意図した製品である。筐体は、アルマイト加工されたアルミニウム製になり、MMCX 端子が採用されたためケーブルの交換が可能になった。 ER4XR, ER4SR、ER、と比べて低音域が増強されたモデルである。エタモティックリサーチ ER6 エントリーシリーズ。ER-4K で不評だった外見を改善し、ER-4 シリーズの半値程度の実製販売価格と ER-4K 譲りの音質で一般ユーザーから一定の評価を得た。Bluetooth による無線モデルエタモティック。 リサーチ HF5ER-4P や ER-6I を元に改良され、それらの間の価格帯に位置するミドルグレード製品。他のシリーズと同様シングル BA 方式である。ハウジングのデザインが一新され、ケーブルの耐久性が向上したと謳っている。シンプルな外観で、ブランド、機種名が製品本体に記載されていない。HF5 をベースにマイク、 操作スイッチを付加したハンズフリーヘッドセットイヤホン4接点ミニプラグのスマートフォンに対応ありがとうございます。